清宗は、李氏朝鮮の第四代国王である。清割、名は、即位前は、ただし安く君ついで中、ネイタイと呼ばれていた。1397年、第三代国王、大宗の第三王子として生まれる。母は、元慶王子敏氏。士。1406年に成人すると、ただしネイタイに封じられ、陳氏と結婚した。 健康問題を抱えた父の体操には何度か上位を行う意向があったが、外籍との確執や、長男の譲るネイ体くの奔放な性格が問題となり、なかなか行われなかった。千四百十八年、体操は譲るネイ体くから、生死の資格を剥奪し、三男の清掃に上位した。清掃即位当初の四年間は、女王となった体操が軍事権をはじめ政治の、 実験を握っていた。1422年に体操がなくなると、清掃の申請が始まることになる。ハングル清掃は宮中に学問研究所として、集権殿を設置し、ここに若く有望な受学者や、官圧、外国人らを採用して様々な特権を与えた。集権殿は、王の政策諮問機関として機能し、朝鮮の文化と文字主義を発展させる。 原動力になった。清掃は、修験伝の学士と共に広い分野に及ぶ、編纂事業を主導し、儒学や様々な文化、技術を振興した。特に、朝鮮文字であるハングルの創生が知られている。1425年には、朝鮮通報を鋳造し、貨幣経済の浸透を試みた。また、後来以来の税法である、桃源村実法を廃止し、 1436年に、密議法つまびら家庭所を設置して、朝鮮の多税制度を定めた。1437年になると、清掃自体の健康問題もあり、六宗寺家形成を犠牲不所持制に変更し、王の国事の負担を軽くし、権力を分散させた。清掃の時代には官僚であれば末職祭100人以上所有したほど、土費の身分のものが多かった。 そのため、清掃の治性時期前から、利用家と貴族は土費を300人以上所有してはいけないという法があった。しかし、清掃は女と領民の男が結婚すれば、魔の子供は父親の身分に従って領民になれるようにしていた。既存の法律を廃止した。さらに土費受母法という法により、父が両藩で母が奴だった場合は子も土費になり、 やつの所有者がその子の所有権を持つように定められた。この法律は、父が誰で、どの身分でも、二人の間のすべての子供は、母の身分に従って土肥になるようにした法律でも、あった。朝鮮の少女たちを、三木女として、中国に捧げるために、親権職という機構を設置した上に、処女親権を避けるために、民衆の間が幼い年齢で相婚させることが、 流行すると即座に王族など皇位層を除いて民衆のみに相婚禁止を実施した。また、中国から来た指針が1から2ヶ月かかる三木女を選び出す期間は半島全土に婚姻禁止令が下され、選抜対象となった未婚女性は恐怖に震えた。対象は、処女を隠した者、新経を施した者、髪を切ったり薬を塗ったりしたもの等選抜から、 免れようとしたものを罰する号令も出している。朝鮮王朝実録には、李氏朝鮮時代でも、清々の知性が民に対する処女親権は、最多と記録されている。外部に対しては、柔軟に慎重策と積極策を使い分けた。日本との関係に関しては、当時朝鮮の沿岸を荒らし回っていた和光の、 取締り問題での対立が引き金となって、即位翌年の1419年に、津島を攻撃した。その後、外交的解決に重きを置くようになり、清掃在位中には1428年、1439年、1443年に、通信士が派遣された。室町幕府との就航がなされ、富山浦など3つの開港場を設けて、和光金圧の要請が行われた。 通信誌は日本の国情偵察も兼ねており、施設に同行した伸縮船による日本社会の観察は、後に回答諸国旗としてまとめられた。1438年頃には分匹性を採用し、1443年には日本側の事実上の出先機関となった対島の創始との間に過吉条約を結んだ。明ダ大 清掃の時に二人の妹を三木女として送った半角などの養殖を歴任し、密通に及んだ事実が発覚した際も、清掃は罰せられない人物だとして黙認した。名への三木女の健上については、国内の利害のみならず、外国にも関係することなので、ただ命令に従うのみと語っているため、清掃さえも、地軸の例外ではないと報道された。 韓国で最も知られる功績が、訓民声音の創生である。漢字文化圏であり、漢字以外文字はなく話し言葉以外に意思を伝える、術を持たなかった当時、漢字の読み書きができない民衆を哀れに思い1446年に、表音文字である、訓民声音を制定。しかし漢字こそ文字であり、唯一の表意方法であるとする重臣たちはこれに、反対。 保守派の反発理由は、民の一部であるからこそ、一流の文化を得られるとし、独自の民族文字を持って、中国の文化圏から離れれば、モンゴル人、チベット人、満州人、日本人等のように野蛮人になり下がると訴えた。また、側近の中にはどうしてもというのなら、自分を殺して、文字を制定してくださいと、カくなに阻むものもあり、漢字による知識を独占したい。 ヤンバンの反対も受けた。さらにこのことが創始国である民にも伝わり、朝鮮が反逆を企てていると怒りを買ったとも言われている。しかしこうした反対勢力に対し清掃は、これは文字ではなく漢字の素養がない民に発音を教えるための記号に過ぎないといい反逆の意思もないことを強調し、保守派の反対もよそに、ハングルの制定を断行した。 制定につき直書の序文には、愚民たちは言いたいことがあっても書き表せずに終わることが多い。世はそれを哀れに思い、新たに28文字を制定した。民が簡単に学べまた日々のように便利にさせることを願ってのことである。と書いている。仏教に対しては、廃仏政策を行った。清掃は仏教の宗派を全教の二宗派に統合し、 18火事を除いてすべて破却するなどした。高麗時代まで国家の保護を受けて繁栄していた仏教勢力はこの時期に著しく衰退し三冠などで細々と続くのみとなった。清掃代に編纂された仏教書には創世間もないハングルで書かれた尺仏まびらか武士がある。三毛行事図などを出版して儒教的な道徳を広めていった。 高麗時代の歴史書である、高麗樹や朝鮮王朝の建国神話である、良妃御天下などを出版させて、政治姿勢を明確にした。また、次のような実学や技術が発展したとされている。昭栄術によって制作された、根天儀、昭栄術の自動水時計を再現したものこのほか、清掃代に編纂された書籍として、医学書、医法類寿などがある。年は、病気がちとなり、 それまで抑圧していた仏教にすがるようになった。1450年、53歳で皇居した。先に没していた、昭憲王公と共に、体操の領母である、権領に合奏された。1469年、昭憲王公と共に、景気通り衆軍の営領に移送されている。文字の読めなかった国民を憐れんで、ハングルの創生を行ったことで知られている。 死後も韓国国内で一般的に称えられている。儒教の理想とする王道政治を展開したとして、朝鮮王朝における最高の政君と評価されている。韓国では子供から老人まで幅広い層に尊敬されている国民的英雄である。後年、回答の行進と称された。このため病号は清掃であるが、朝鮮史では 李氏朝鮮の歴代国王の中で聖君と尊敬されている意味で清掃大王とも言われる。大韓民国一万ウォン紙幣肖像画として清掃が描かれている。光家門広場の清掃大王像ソウルの石像ハングルを制定し、韓国語の聖書法の基礎を確立した業績から、韓国では国民的英雄として不動の地位を得ている。 そのため国家的プロジェクトや文化、科学技術関係の施設、事業など国家や民族の威信をかけた、ここぞという場面に清掃の名が使われることがある。韓国政府は2006年12月21日、韓国中部に建設する新行政中心複合都市の名称を清掃と決定した。2012年から大韓民国企画財政部など49の 政府機関が新都市への移転を開始する。1964年に中世南道の青少年赤十字中央生徒会が5月26日と制定した師匠の日が1965年に誕生日の旧暦4月10日をグレゴリオ歴換算した5月15日に変更された。1973年に国民教育検証宣言記念日に統合されたが、 1982年に復活し法定記念日として認定された。1994年にユネスコが制定した世界教師デーとは異なる。映画テレビドラマ、ありがとうございます。